はじめに挑戦者勝真奈美選手の入場です。さあセミファイナルでございます。ウェーブ認定シングル選手権レジーナでウェーブのタイトルマッチでございます。チャレンジャーはピュア女子、ピュアジェ女子、勝真奈美。ホームリングで他団体の最高峰のベルトにチャレンジするというシチュエーションです。かつピュア J 認定無差別級王座初代王者にはなれませんでした。続きまして王者大畑美咲選手の入場です。さあ別のシングルの王座となりますウェーブのシングル選手権チャンピオンとして大畑美咲が登場です。第7代王者、これが4度目の防衛戦となります。2017年、昨年の10月、後楽園ホールで山下里奈に勝ち第7代王者となりました。マナミセミファイナルレジーナデイウェーブプロレスリングウェーブ認定無差別級選手権試合30分一本試合を行います。まずは挑戦者バイオレットビクトリア150パウンド勝真奈美。さあ他団体のシングル王座ダッシュなりますでしょうか。勝真奈美、赤コーナー第7代プロレスリングウェーブ認定無差別級選手権保持者衰え知らずの F カップ120パウンド大畑美咲。そしてこれが4度目の防衛戦です。大畑美咲ピアージェのリングで防衛戦を迎えます。さあ握手は交わします。さあこのタイトルマッチ勝真奈美の方から要求し実現したタイトルマッチでございます。まあ、勝いわく大畑選手のことは昔から素敵だなと尊敬するところがたくさんあるというコメントは出したんですけども、果たしてそれが本心かどうかと大畑美咲本人は言われた本人はそれを額面通りで受け取っておりません。まあ、先輩をちょっと小バカにしてるんじゃないかというようなことを言っておりました。さあそんな2人によりますタイトルマッチでございます。立ち上がり大事を取ってロープにエスケープいたします。勝真奈美クリーンブレイクいたします。大畑美咲です。足を踏みつけた大畑がリストを取ります。リストロック、前転してこれを逃れる、足を取ります。倒してからトーホールドに行きます。勝真奈美
23歳のチャレンジャーと29歳のチャンピオン。チャンピオンの大畑は2006年デビュー、チャレンジャーの勝は2011年にデビュー。しかしその後一度退団し、2016年に復帰いたしております。ピュアジェ女子プロレスの至宝であります、ピュアジェ認定無差別級初代王座決定戦決勝まで進出しましたが、中森花子に敗れ初代チャンピオンにはなれませんでした。ヘッドシザースを脱しました勝間奈美。ここからスタンドに戻ろうとするが、いやしかしフライングメアー首四の字固めをやり返します。落ち着いた試合運びを両者見せております。さあこの後には紙切りマッチも控えております、この後楽園ホール大会ですが、その一つ前の試合でどういったタイトルマッチを見せるでしょうか。やおうなくこの後の PRJ にて無差別級タイトルマッチと比較されます。両足を畳んでヘッドロックに移行します大畑。やり返します、勝つグイグイグイとヘッドロック締め上げる。これを嫌った大畑がロープに飛ばす。しかし帰ってきた勝が体格を生かしたショルダー一発で大畑を吹っ飛ばす。さらにフェイスクラッシュで狙いましたがこれはかわされる。テイクドロップキックもかわした、フットスタンプ。おっと髪の毛をわしづかみ強引に倒して、コーナーに押し込んで改めてリング中央に戻し顔面をキャンバスへ。さあまあ大畑選手のその締めが変だということを戦前から言っておりまして、どうやら大畑美咲それに硬くなっていた模様でございます。そしてヒョウ柄もダサいと言って、リーパッドのところのこのひらひらですね、これを今剥がしてしまいました。さあヒョウ柄をバカにされてしまいました勝間奈美。そんなに大畑さんの締めってダサいんですか、ご覧になっている方教えていただきたいんですけど、まだ今日あれですね、私今コメントは見えませんので。あーまたしてもこれむしってしまいましたね。さあ少しずつ少しずつヒョウ柄がむしられております。ヒョウ柄っつったら須山さんも黙っておりませんが、勝間奈美がコスチュームを破られた、引きちぎられたその怒りでぶつかっていく。そして再びショルダーだ。さあコーナーに上りましたが大畑がこれをカットいたします。エルボーを返し土手っ腹に膝、ロープを挟んでの攻防はロープにスタナーを放ちダッシュする大畑、これをかわす。ちょっと大畑がちょっとバランスを崩したぞ。トップロープ上強引にエプロンに引きずり出します。勝間奈美テイクドロップキック。さあ何を狙う、フェースクラッシャーをなんとリング下まで、奈落式のフェースクラッシャーが炸裂です。そして中指を突き立てる。やはり先ほどコスチュームをむしられたので頭に来たのでしょうか。
なかなかの荒技を見せました。さあこれは顔面もそうですけども、膝もしたたかに打ちつけてると思われます。大畑美咲、お前お前の締めの方がダサいと何度もそれを言っております。相当ダサいのでしょう。いや、レスラーの戦うモチベーションというのは本当どこから生じるか分かったものではございません。動きを止められてしまいました。チャンピオン傘にかかって攻めるか、チャレンジャーダブルアーム、そこから顔面を押し付けるダブルアーム式フェイスバスター。もう一回行くのか、もう一回リバースフルネルソンの体勢、おおトップロープの反動を利用して再び叩きつけました。カウント2、ボディを抑えておりますね。先ほどの場外で放たれたフェイスクラッシャーももしかするとボディを打ったのかもしれません。担ぎ上げる、背後に着地し反撃を試みるチャンピオン、しかしバッケルボーでこれを引き離し、ビクトル式の膝十字、さあビクトル膝十字に来ました勝間奈美。これは厳しい、もがき苦しむ大畑美咲、そしてさらに膝十字固めがっちりと決める。チャンピオンの絶叫が後楽園に響いております。なんとかこれを出したいところ、おお拳をおぐりぐりぐりと勝間奈美のふくらはぎのあたりに拳を突き立てて、そしてこれを出して腕しぎ十字固めで逆襲いたします。さあ大畑が勝の右腕を持っていくことができるか、クラッチを切る、クラッチを切りました。さあもがくのは今度は勝の方だ。上体を起こして体を浴びせてなんとか腕十字から脱することに成功。どちらも危ないところでした。膝を狙われた大畑美咲、腕を狙われた勝間奈美、チャレンジャーがバックドロップに持っていこうとするが、これをディフェンスする。しかももう一回強引にこれを投げで返す。さあ、これは2ロックに行きましたね。はあ、はあははあ、勝間奈美が2ロックに行きました。さあ、右の膝を畳まれております。大畑美咲。なかなか冷静に相手の痛めてる箇所を狙っていきます勝間奈美です。さあウェーブのシングル王座レジーナでウェーブ新チャンピオンとなれるかどうか、なんとかロープにたどり着いた大畑ですが間髪入れることなくリバーススプラッシュ、しかしこれは剣山でカット。試合時間10分経過。この試合も30分一方勝負として行われますタイトルマッチです。一つ前のタップのタイトルマッチは20分を超える激闘となりました。果たしてこの試合は消耗戦が続いております。勝間奈美と大畑美咲です。バッケルボーうまくかわしスタナー、うまく丸め込む、カウント2。あエルボーを連発していきます。崩れ落ちる、チャレンジャーが崩れ落ちる、片膝をついた、さらに首筋へエルボー、そこからクロスボディ低空で見舞う、落下速度のある低空のクロスボディを放ちました。まともに食らった勝間奈美が前のめりにダウン。コーナートップからチャンピオンがダイビングボディアタック、左肩をなんとか上げました勝間奈美です。さあここはチャンピオンの大畑が優位に進めておりますが、このまま勝利に結びつけることができるでしょうか。先ほどまでは大畑が膝を攻められ苦しめられておりましたが、なんとか流れを変えることに成功。あとはここからスリーカウントまで持っていけるかどうか。首筋にダブルスレッジハンマーからジャーマンスープレックスホールド、いやホールドしたままそのままロコモーションに持っていきます。2発目、
3発目が決まれば3リリースジャーマンとなるが、3リリースジャーマンそのままホールド、カウント2、ジャーマン3連発でも決まりません。しかし完全に勝間奈美の動きを止めることには成功しております。あとは的確に大技を炸裂させて、さあ3カウントを奪うのみだが、いやいやいや、チャレンジャーも反撃だ、バックフリップ、そしてバックドロップ、まだホール行きません。さあクロスアームスープレックス、もうパンツ、さあ勝間奈美も大技を出してまいりました。今度はチャンピオンの動きが止まっております。裏剣キャッチし、ファルコンアローにカウント2、今度は何を狙うでしょうか。大畑をコーナーに乗せます。なだれ式で何を狙う勝間奈美。さあ志賀投げられまいと志賀みついております。大畑美咲がこの金具のあたりに志賀みついておりますが、確かにこの高さから投げられるわけにはいきません。おお、すると勝間奈美が凶暴化、強引にそれを引き離し、首筋エルボー、無防備状態の大畑の首筋エルボーを見舞い、そしてタイガース、いや、さあこのままなだれ式で持っていくのか、なだれ式だ、持っていった。そしてさあオレンジブロッサム、カウント2、これをサッカー打ちで切り返す大畑、しかしホールにはいけません。両者ダウン状態となっております。レジナルウェーブタイトルマッチ、先に動いているのは勝間奈美の方、チャンピオンは未だダウン状態。さあ強引にダウンしているチャンピオンを立たせんとする勝間奈美、おっと重いエルボー。15分が経過いたしました。タイトルマッチ30分1本勝負、どちらもバックアンド、おーっとバックアンドブロー、飛びついてサッカー打ちに持っていく、さあ花丸リストクラッチキッシャーマンバスター、花丸ドッカーもこれもカウント2、そこからスカイブルースペクソードを狙いますが、さあ勝も行かせません。追走し、さあエアロイドクラッシュ、そのままホール行く、おっとギリ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 上げます。しかしすぐさま、さあスカイブルースペクソールド、これで3つです、これで3つです。
一つ前のエアレイドクラッシュ、これギリギリカウント3直前で返した勝真奈美でしたが、すぐさまチャンピオンがスカイブルーに持っていきました。第4試合、レジナデウェーブ、ウェーブ認定シングル選手権試合30分一本勝負は16分41秒。スカイブルースープレックスホールドから大畑美咲が3カウントダッシュ。第7代王者が4度目の防衛に成功いたしました。さあ、そして二上美希子社長からベルトが手渡されます。選手に二上美希子株式会社ザム代表取締役より認定証の授与です。認定証大畑美咲殿、本日行われたレジーナディウェーブにおいて見事勝利され、ウェーブ認定シングルチャンピオンレジーナであることをここに認定します。平成29年12月17日プロレスリングウェーブチャンピオンシップ実行委員会株式会社ザブン代表取締役二上美希子。ブルーダリアでも3カウント至らず、花丸ドッカンでもエアレードクラッシュでも3カウント至りませんでしたが、最後は完全無欠のスカイブルースペックスホールドで3カウントダッシュ、勝真奈美を退けましたチャンピオンです。4度目の防衛に成功。PRJ の会場ではありますけど、防衛を果たして歓迎されてますね。拍手が送られております。